ね、うちのね、動画のタイトルね、明らかにいまいちなんでしょ。大事なこと言ってるやつのタイトルはね、あえていまいちにしてるの。で、どーんでもいいのとか、うちのセクシーとかのタイトルはね、めっちゃできてるね。だけど、その、かなり、笑ってもらえるかな的な感じでね、笑わそうと思うタイトルしてるけど、ほんまに大事なことはね、全然ええタイトルついてへん。大胆的なタイトルなんてついてへん。中身を表すと、こういうタイトルが一番ええのになと思うようなタイトル絶対外してるから。わざと。なんでと思う？それは考えなきゃいけない。いやねんけどな。例えば、編集の考案ってあるやろ？あれ、解くんが目的じゃないって言われてるねん。その考案、なぞなぞね。仏教上のなぞなぞのこと、考案言うんだけど、仏教上の、要するに、禅師からな。自分、禅師的にめっちゃその禅坊主的な、ね、ギャグが多かったけど、そういう禅の師匠からな、仏教上のなぞなぞを解くために、解いたらしまいちゃうっていうか、解きゃいいんじゃなくて、答えを求めてるんじゃないね、公案って。それは答えあるで、ズバッと、なるほど、ビンゴって、図星みたいな答えあるけど。でも図星とかビンゴっていうのは答えのこと言うんじゃなくて、その公案を解くために一生懸命自分の人生照らし合わせるやろ。な、もう言わずもがなやろってことで止めはんの。普通禅の先生はね。なんでこんなん知ってるかって、気張ったもん、禅の先生。しょっちゅう気張ってんだ、大手門学院小学校に。こんなのしなさん、小学生に対してなさって。な、自分のケースはどうなんだろうなっていうのを、仏教上の謎なぞ、しかも解いたら面白いっていうか、解いたらすごい勉強できてるみたいに。な、勉強グループみたいに。なんかできるグループ、マカカショーグループみたいに。そういうの合うんね、合うんね。めっちゃ合うんね。魅力みたいに。魅力、これ解けたら魅力やでみたいに。合うんね。公安ってそういうステージだね。だけど、解くのが目的じゃない。答えを求めてるんじゃないぞ、公安っていうのは。それよりも、君が求めてるのは何だね、言い方なさったり。武道とそっくりやろ、だから。練習ってな。その公安を解いたら、めっちゃ、宗教内での階級が上がるだけ。でも、であってもやね。それを解くために自分の人生照らし合わせないと。階級上がるもクソも。な、まあ、みんなも解こうとするわけだし、早よ解こうとするし。で、実際その公案解けても違うっておっしゃったりするね、禅の先生。他の人この答えで合格やったらなんで、なんで僕これで合格ちゃうのって。だから、自分の、な、言わんつもがないやろ、これ自分で言おうって。いつの方がやったらやんねん。な。で、それで、まあ、その感じ、似たような感じで、うちの、ほんまに大事なこと言ってる動画は、めっちゃどうでもいいさ。もっとええタイトルありましたよ。その方がみんな見れますで、この動画みたいなタイトル外してる。なんでそのタイトルがいいと思ったんですかっていうようなこともあるやろうけど、それよりも。そのタイトル、端的なズバリ、図星、ビンゴのタイトル、つけてもしゃあないよ。だから見んですもん。そんな動画。な？それよりも、うちがなんでそういう結論に至ったかっていう方が大事でしょ？禅の先生から見たら。あ、お辻、こういうわけでこんな風に答えを取れたわけだと。だからこれはまあ、お辻の回答集だなって、禅の先生もやる。うちはちゃんと端的な、その考案の答え書いとけよって言う方かもしれんけど、答え書いてもしゃあないよ。答えなんてみんな一緒やねんから。答える必要ないやん。最初の人に答えても終わりやん。公安なんか。でしょ、なぞなぞなんか。ね、その答え知らんかったら、僕だけで。うわ、それ知ってる。実はこれでこんな答えだなって。うわ、言うなって。言うてもええねん、答え。公安なんか。なんでかって。答えを述べるのが目的ちゃうからんか。その公安解くために。どういうことかって言ったら、じゃあ、公案の例題と答え知ってたとしますよ。ね。さて、仏教の仏門に入ったときに、で、この公案、なんで解かなあかん羽目になったんだろう。他の人は別の公案を解けって言われても、なんで僕はこの公案解けって言われたんだろう。
ゼロの先生からまず入る。分かってきてよ。で、自分の人生を考えろ。自己分析しろって。自己分析する時間が君たちなかっただろう。だから前週のもんと与えたんだろうって。自己分析する時間ならいっぱいあるぞと。言い訳程度に外の掃除したり。っていうか、ね、中の生活は貴族社会や武士の戦乱に明け暮れて、軍団、あるいは組織、宮廷、そんな組織社会、役所、昔からある宮廷役人、ね、国家の所要長男の役人、役所、抜かれたと、昔からあんねんから、そんなものを。で、自己分析する暇もなくなった。日本もあるけど、中国の古代なんかもっと有名やろ。グダグダやった役人は、何やら死んでねえって、ってやったって、息の絶えない、昔から。の全部もんだと。自己分析したんですけど。で、全部自己分析って。で、あの時のタイトルがかかんでね、うちが、なんでその内容に至ったんかっていう、うちが一番大事にしてる部分をタイトルにしてるけど、いまいちだよ、それ。いまいちでいいねん、そんなもの。君らやったら別のタイトルにするべきだ。同じような内容に。いや、このタイトルが万人受けしますよ。どの人がこれ回答してもこのタイトルを、その、考案たらの答えなのか知らんけど、その、タイトルは絶対これでしょ。これじゃ売れねえよって言われて、こんな知らんが売るために自己分析してるんですよ。自己分析結果売ってるわけでもないです。なんで自己分析結果売るの？売れんの？その誰が買うの？自分の自己分析買うんだろ？売らないし来ても。な？他人の自己分析買いに来るのか？売らない。うち売らないじゃないけど。